しゃべくり松代始まるよ。こんばんは、10月の15日松代テレビがお送りしますしゃべくり松代、本日は第103回です。今日のテーマはですね、松代資料の創立60周年記念の式典のこと、それから同時に開催されます14回の高齢祭について、松代副資料の先生お二人をお招きいたしました。お話を進めていきたいと思います。ご紹介します。松代副資料の児童指導員の宮原剛先生。宮原剛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからもう一方は栄養士食育主任の加藤久美先生。加藤久美です。よろしくお願いします。お願いします。心配そうな顔をして見ております。もう一方はですね主任保育士の総務の方を担当しています富田貴子先生。今日は最後の方でお顔を見せということで出ていただくようになっておりますということでございますので、お願いします。そうですね、最初ね、今日は実は丸田先生と先日お約束をしまして、世界に発信をするということでご挨拶の言葉を書いてきました。あれ映んないかな、こっちでやるか、すいませんね。日本ではこんばんはですね、この時間ね。それから韓国ではアニョハシムニカ、夕方でございます。それから中国ではニーハオ、こっちか、はい、フランス語ではボンジュール、ドイツ語では、グーテンタク、イタリア語でチャオ、英語ではハローですね。ちょうどイギリスが午前10時くらいですか、今ね。それからニューヨークの方はまだ、午前というか真夜中ですので、グッドモーニングというご挨拶でよろしいかと思います。一応世界でご挨拶を、世界向けにご挨拶をさせていただいたということでございます。はい、それでは早速ですが、宮原先生、60周年ということは、はい、ということで、創立の経緯とかいろいろお話を、はい、いただければと思いますが、お願いします。松代副資料はですね、昭和27年の、5月15日に、玉井助原先生のもと改修しました。はい、はい。収容人員は当初は30名からスタートということでね、それから数年経ちましてから社会福祉法人の湖会として、認可を受けて、ご紹介のホームページの方では教育に重きを置く福祉施設ということで、皆さんよく勘違いされてるといけないんで、改めてご紹介をさせていただきますが、いわゆる児童福祉施設ということで、障害者の施設とは違うということで、ご家庭 の、 ご都合で、来られている行政さんということで、ございます。先日ちょうど信濃毎日新聞のですね、記事のところに木曜日金曜日、それから、明日からもシリーズで出るようですけれども、厚生労働省 の、 昨年の10月時点の児童養護施設、全国で585箇所ありまして、2万8000人の行政の方がおいでになると。長野県内では15箇所で589人、で松代では2つですか、こちらとね、それから、どこでしたっけ、西条の方にね、もう1つありますけどね、同じような規模ということでしております。で、共同生活の単位を小規模収容に分けるということで、小規模のケア化が進んでおりまして、現在でも虹の家と、それから虹の家2ということで、全部で3箇所になるんですかね、と思いますね。2箇所、はい、ということで、今鑑定をいただきましたんで2箇所ということでございますね。それで式典の式次第を見ますと、移転新築計画というようなことが書かれてありましたけれども、これは虹の家の方の関係ですか。
今あの松代福祉寮本体が退社制になっているんですが、はいはいはい、それを、はい、あの臨時の家のような形というか、はい、規模というか形にするということだね、はい、だはい、それを退社制というんですけど、それをもっと小さく分けていこうという形で商社制に向けてということで、はいはい、わかりました。当日はあの、まあ、感謝状の贈呈ですとか来賓の皆様お招きしてということですが、はい、まあ、普段はあの国 と、県の方からね補助金をいただいておりますが、その他地域の方からもあのいろいろご寄付をいただいたりというようなことで運営をされているというふうにお伺いしております。またそういった方に今回は特に60周年ということで記念のあれで感謝状もお出ししたりということでね、計画をされているということでお聞きしております。はい、それから、その新聞の記事によりますとね、三十数年ぶりにあの先生方のお世話されている先生方の人員をね、今までは6人に1人くらいという割合であったそうなんですが、やっと見直されて 5.5 人に1人というような、ね、記事も出ておりました。長野県の場合はさらにそこに補助金をプラスしていただいて 4.7 人に1人ということで現在しておりますけれども、またね、非常に過酷なあの労働条件の中でね、先生方も精神的にも大変かと思いますけれども、若さを持ってね、ファイトを持ってね、していただければと思っております。何か普段おやりになっててここが大変だなというこというようなことありますか？ちょっとこうしてほしいなというようなことがもしあれば、ね、そうな、やってる中ではなかなかね、やっぱり子どもたちと遊ぶ時間、っていうのが限られちゃうので、うん、まあ、思いっきり本当遊べたらいいのかなというふうに思いますけど。そうですね、普段 の、 もちろんご家庭と同じように寮で生活をして学校へ通ったりとかいうような送り出しをしながら、それから食事の方もね一緒にね、するということで、久美先生は食事の方の担当ね、はい、いうことで、あやなさん言ってましたよ先生の料理が一番おいしいですってね。ありがとうございます。あとは給食の方を作ってる方3人4人くらいおいでになってね、はい、やっぱり食べるってことはね一番大事なことですよね。これ今日用意しました、ね、人を良くする、こっちにさせてもらいますか、はい、人を良くすると書いて食ですよね、はい、これ今日のためにいろいろとこうあちこちからネタを仕入れましてやりました。見せて頑張ってください、ね、ありがとうございます。はい、ということで私も食に関する仕事についておりますので、人を良くするためにね頑張ってます。人がいいというかな、騙されちゃうかな俺はねどっちかというとね、はい、ということです。それではあれですね、いろいろこう式典と合わせてそれから14回の豊漁祭ということで、漁祭の方を一緒に開催されるということでありますので、そちらの方の、ご案内も一緒に合わせてお願いできますか。はい、今、そこのフリップの方に出ているのが、去年の公領祭の、写真になっています。まあ、みんなで子どもたちも一緒に飾り付けをして、あのようなアーチを作って、開催しております。で今年は、14回ということで、またそこの後ろにもあるんですが、まあ、60周年記念と合わせまして、地域に感謝ということと、あと60周年記念交流祭ということで、開催します。で、10月の、20日土曜日に、場所は松代福祉寮の方で開催します。時間の方が10時から、3時半頃までの予定になっていますので、またいろいろな企画も用意されています。60周年記念ということで、60番目、120番目、180番目、240番目、300番目の方にはどら焼きの方をプレゼントするということで、そのどら焼きの方にも
松代福祉寮の方の、マスコットキャラクターといいますか福ちゃんの、方が入っておりますので、またぜひ楽しみに60番120番取れるように来ていただければと思います。はいはい、海先生は何か作って出すんですか。はい、厨房の方ではカレーと焼きそば、フランクフルトを、ね、はい、あの入り口でこういう、これちょっとね小さいんですけど、下に食券がついてまして、でこれをこれは無料で食べられるのかな、ね、はい、でない方はだいたい100円、カレーが100円って書いてあったかな、そうですね、焼きそばフランクフルト100円です、お団子が50円でありますというようなことです。それからちょっと松さん、これもアップできますか、このマーク、ザリガニなんですよ、これ。ね。で、これ、寮の、シンボルマークということで、英語で言いますと、フライフィッシュというふうになりますけど、ちょっと発音悪い。これは何だろう、アメリカザリガニかな。ね。種類まではちょっとわかんないですけど。はい、ありがとうございます。イベントの中でね、このザリガニ釣りっていうのがあるんですよね。はい、珍しいよね、金魚すくいっていうのはあるけどね、ザリガニすくいなんていうのはね、餌は何ですか。スルメとか当たり目、当たり目そんなに餌食べるの見たことないですけど、もう今からたくさん近くのセギとかね、そういうところにたくさんいるみたいで、はい、イベントのためにねたくさん取ってきて準備をされているということでお聞きをしました。それからまあ、これシンボルマークあるっていうのは珍しいんですよね、全国でもね、こういう形でね。そうですか。それからいろいろ他にもアトラクションですとか、それからかかしのやつもあったよね。あ、ごめんなさい。年間行事の中でこのかかしコンクールで宮坂さん、うちの代表が以前番組で挙げておりましたけれども、かかしということ、これもちょっとやってくれて、ね、うん、ちょっと画面が小さいんで、そこに乗っけてもらっちゃっていいです。はい、これネーミングが面白いのがあったんですよ。かかしやさんまっていうのがありました。それから現代だなと思ったのはスマホで鳥を追い払うっていうね、この発想がね面白いですよね。一番右の下かな、右の下のところにねスマートフォンを使って、これは現実的にはねこんな大きいスマートフォンはないんですけど、この着眼点がねすごく面白いなと思ってね、現代でスマホでどうやってまたするのか、また福井さんアプリ考えてね追い払うね のもあります。それから星田さんの保育さんのかかしもありましたかね。上から3番目のね、一番左側のところに保育さんのやつもありました。こんなことで、みんな工夫して工作で作ってね、地域の皆様にも親しまれているところです。それからクラブがありましたよね、皆さんね。工作クラブとか家庭科クラブというのがありますよね。それから珍しいところでは詩吟クラブ、はい、実際にやるんですか。まあ、今、小学校の、高学年以上の子が、一応そのクラブに入っていまして、一応交流祭の方でも発表の場がありますので、午後の、ステージ発表の際に子どもたちが詩吟を発表します。10時から開催されますよね。はい、で東条小学校のブラスバンドの方が10時半までお迎えをして、はい、それからやっていくわけですけど、寮生の人たちはみんなこう会場に散らばっていろいろと運ぶお手伝いをしたりとか、料理をねやったりとか、それから工作の方の、まあ、皆さんにねご案内をしたりということでやられているようでございます。はい、何か皆さんにそのおいでくださいというメッセージ、強いメッセージありましたらどうぞ、はい、ぜひ子どもたちも一緒に準備して60周年ということと、あと地域に感謝ということで、
残り1週間ですけど準備していきますので、あのぜひたくさんの方に来ていただければと思います。お願いします。海先生、はい、美味しいカレーたくさん作って待っていますので、よかったら食べに来てください、はい、腕によりをかけてね、はい、じゃあ富田先生最後ちょっとこっちして、はい、はい、それではね、今月 の、 あのそう20日土曜日、はい、式典の方は9時から、それから両祭の方は10時から、ブラスバンドもお待ちしております。ザリガニ釣りもありますので、はい、皆さんおいでください。組先生、お、すごいよ、今日アップしちゃって映っちゃいますよ、はい、それでは今日は持続福祉施設の松代福祉寮の先生方、フレッシュなところ3人、あ、そうそう、これ制服なんですよね。私もあのナイキのマークをないんで、ここへちょっと臨時でナイキのやつをつけましたんでこれで皆さんもお待ちしてるわけですね。はい、あ、マークもガリガリマークもねはい、はい、そんなわけでじゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。来週のしゃべくらし、はい、皆さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲストはどうなった？ゲスト私じゃなくて、あなた。俺ゲストですよ。見てる。あ、書いてる。そうだ、俺パーソナリティなんだ。そうですね、まあ、来週は何やるんですか？じゃあ 俺が決まり。何やるの？あのね、ここに書いてあるように、ね、フクロモモンガと私ってやつやるんですよ。何ですかそれ？ね、フクロモモンガって、こういうやつかい？これは私の携帯類の袋なんですけどね。そうあのここにね袋持っててね、カンガルーの、はい、カンガルー買ってるんだな。で日本人ではね、日本ではね、はい、結構珍しいんですよ、はい、オーストラリアで結構珍しいんですけどね。あ、そうです、でこんなちっちゃいんですよ。で、これを入れたりね、すごく人懐っこくてね、面白い動物みたいな。本当に来週楽しみですね。真っ白にいる、はい、真っ白にはね、そこにいる。飼ってね、野菜には野生にはいないけどね。あ、なるほど、ね、野生噛んじゃった。じゃあ、宮坂さん、来週じゃ、来週ね、はい、分かりました、はい、それでは、来週の、はい、え、これをこれは最後に、これは最後にな、これをどうするんですか？英語で韓国の、それでは来週104回、はい、それでは、フクロモモンガと私、104回しゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。これ松代あなたの街、しゃべくり松代、また見てね。